こんにちは、プロトリーフチャンネルです。今日はこちらの植物スピダンサスの育て方についてお教えしたいと思います。これはシェフレラという仲間になります。あのスピダンサスという植物なんですけども、まあ、非常に大きくなる大型の植物になりますね。で、あの、まあ、かなり日照が足りなくところでも育てることができるので、まあ、観葉植物としてとても人気があるんですが、まあ、あんまり暗すぎちゃうと葉っぱこの部分がですね非常に間延びしてしまって、あの見苦しい株になりがちなので、まあ、暗いとこ耐えられるからといってですね、ものすごく暗いところにはなるべく置かないようにしていただいて、まあ、一番理想はレースのカーテン越しぐらいの明るいところに置いていただくのがいいんですけども、まあ、それよりも暗くてもまあ耐えることは耐えられます。で、あのこちらの植物ですね、寒さにもある程度強いんですが、若干暑さに、まあ、暑さというか蒸れることに弱い時がありまして、真夏の締め切った環境で温度が30度とか、まあ、35度ぐらいいってしまうとかなり葉が傷んで落ちちゃう場合がありますから、まあ、真夏に出張とかで、まあ、お家に誰もいなくて1週間とか外出される場合はですね、外の日陰に逆に置いといてあげた方が調子がいいことがありますので、ちょっと暑くて蒸れるなっていう時期はなるべく場所を変えて管理してあげた方がよろしいかなと思います。それを気をつけてぜひやってみていただければいいかなと思います。